コトコ、あの子見て。誰あの美女。あの女どう見ても入江狙いじゃん。コトコ今大ピンチなんだよ。金ちゃん、夜はコトコのおやっさんの店で、そんで昼はこの学食で働くんや。そこにおる魔の手からコトコを助けなあかんからな。入江と同じクラブに入りなよ。そしたら学部が違っても入江とずっと一緒にいることができる。あなたって彼と同じ家に住んでるんですかね。でも彼のこと何にも知らないのね。また父さんと一緒に二人暮らし戻ろうや。お父さんいい物件見つけたらしいんだ。うち出ていくの。そうなったら寂しい。やっと元の生活に戻れるって感じだね。嫌ですよ、琴子ちゃんが行っちゃうなんて絶対嫌です。まあ落ち着いて。だってあなたは、ありがとうございます奥さん。でももう決めたことなんで。愛ちゃん気使わんでええよ。うちは本当におってほしいやけ。生活費だって毎月入れてもらえよし。その言葉に甘えて長居してしもた、うん、こうすればことこも直樹君のことを諦めてくれると思います。そんな、お兄ちゃんのことは私が何とか。でも奥さん、これはやっぱり当人同士の問題ですから。私はうちに来てくれる女の子なら誰でもいいわけじゃないんですよ。琴子ちゃんのあの明るさ、あの根性、あの可愛らしさが大好きなんですよ。そんな風に言ってもらえて、琴子は本当に幸せもんです。女の子が欲しくて欲しくてたまらなかったから、こういうのに憧れてたのよね。入江家にお世話になって約1年、私とお父さんはついに入江家を離れることを決意した。またね、子供ちゃん。実の娘のように優しくしてくださったおじさま、ママ、おばさま、パパ、そして入江君とも
今日でついにお別れ。みんなもう終わっちゃう。ことか、行くぞ。新しいな。前の人がまだ出て行ったばっかりで入居までにちょっと時間かかるんだ。だからここがそれまでの仮住まい。だったら入居できるまでの間くらい入江家にいてもよかったのに。それじゃあ琴子が吹っ切れんだろう。うん、長引かしたって未練がましくなって辛い思いするだけだ。こういう時はスパーッとさっさとやっちゃった方がいいんだよ。うん、まあ一週間ちょいのことだ。入江くんのいない家、今日から入江くんのいない生活が始まる。ねえ気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きます。新しい家に入居できるまでの仮住まいだけどね。マジで？私は一生居座ると思ってたわよ。私も。でも家出たらコトコと入江の絆どんどんなくなっちゃうね。ジンコ、お口チャック。うん、いいの、もうなくなって。私入江くんのこと諦めたの。うっそー。どんなに冷たくされても諦めなかったのに。だからチャック、もう今までの私とは違うの。入江くんのこと追っかけない。理工学部のキャンパスだって行かないもん。一体何があったわけ？実はお父さんにね、痛いとこ疲れちゃってさ。長い間見てきたんだが、肝心の直樹くんの気持ちが
お前の方にさっぱりともなると、この話そうもいかんわな。それで私も考え直しちゃってさ。子どこだから、今日から入江君のことは忘れる。学生生活エンジョイして、それで素敵な彼氏見つけてみせる。よう言うた。なにこれ、金ちゃん子供の彼する。そうだよ、金ちゃんスペシャル。琴子は生まれ変わったんや。いわば今日は琴子の新しい誕生日や。誕生日。おう、よし、おう、ハッピーバースデートゥーユーや。ありがとう金ちゃん。入江のことはわしが忘れさせたるさかい。元気なしや。ただいま。あ、ついてるな。よし、このままじゃ卵にダーン。そしたらそれをパン粉にダーン。あれ、どうしたの、お袋は。ああ、なんかママ元気なくてな、食欲もないし何もしたくないからってかなり憔悴してんだよ。だからしばらくの間我々で家事を分担しようと思って。分担。あんなママの姿見るの久しぶりだな。よし、作ろう、ゆきな。ただいま。おかえりなさい。今日はことこちゃんが大好きなラザニアを作ったのよ。あ、バカことこが帰ってきた。こら、ゆき、ことこちゃん、大学はどうだい。乾杯。さあさあ、お食事にしましょう。座って座って。おかえり。もう決めたんだから、入江君のことは忘れるって。入江家には戻らないって。ねえお兄ちゃん、ママどうしたんだろう。まさかあのバカ男がいなくなったせいじゃないよね。ゆうき、お前自分の部屋があるだろ。せっかく取り戻したんだからこっちに入り浸るなよ。そうなんだけど、なんか癖でさ、ついついお兄ちゃんの部屋に入っちゃうんだよね。おやすみなさい。こんな広かったっけ。
かさ、入江のこと諦めたんならテニス部行く必要なくない？これは私の意地です。ショーサービスエース95! お前らよくやった。バタバタとやめていく部員が多い中で厳しい訓練を耐え抜いた君たちは俺の誇りだ。褒美をやろう。今日はついにお前たちをコートに入れてやる。嘘、本当ですか？続いてるみたいじゃない。でも私だったらとても我慢できないわ。毎日毎日基礎練習に玉拾い、入江くんも来ないというのにね。別に入江くんのためにやってるわけじゃないから。あら、そう。お前まだ球拾いしてるんだ。入江君、なんでここに？俺テニス部だから。だって練習には出ることないって。出たら悪いのかよ。入江君、こっちこっち、一緒に練習しましょう。はい、サーブ練習終了。次ボレー&ストローク。はい、ダメ。入江君のことなんか忘れるって決意したのに。何よ、こっちの気も知らないで。私は何とか忘れようと頑張ってるのに。おお、入江珍しいじゃないか、お前が練習に来るなんて。さては、俺と勝負しに来たんだな。セウデリー。いいですけど、また恥かかしちゃ悪いかなと思って。どうします、やめますか？そこまで余裕があるんなら、こっちの条件すべて飲んで勝負してくれるんだろうな。いいですよ。じゃあこの試合はダブルスで勝負をする。俺は松本優子と組んで、お前は相原琴子と組むんだ。え、冗談じゃない。うわ、須藤さんプライドも何もない。そこまでして入江を任したいのか。何が不満なんだ。松本も1年の女子、相原も1年の女子、実に公平な組み合わせじゃないか。どこが公平なんだ。不公平もいいところだ。あんなやつと組んで勝てるやつがいたら世界チャンピオンにだってなれるぞ。入江君、そこまで言う。だって本当のことだわ。どんな条件でも受けて立つって言ったのはお前らだね。松本、相原、コートに入れ。気の毒とは思うけど、試合には手を抜かない主義なの。あしからず。
無理だよね。無理無理。無理無理。どうする、イリエ。このまま棄権するか、勝負を目の前にして逃亡するか。男として情けないなあ、ユウコ。いいか、お前はボールは打たなくていいから。え、本当にやんの？仕方ないだろ、ここまで来て後に引けるかよ。とにかくお前は立ってるだけでいいから、絶対に俺の邪魔だけはするなよ。俺の邪魔だけはするな。なんか高校の時からずっと入江君にそう言われてるような気がするよ。サービングプレイ。ほら。15ラン。でも、どけ、俺が撃つ。お、あれ。ゲームセット、オンマイ、須藤松本、ゲームカウント6-2。いやー、残念残念、惜しかったね、イリエ。しかしあれだね、君たちはなかなかいいコンビだね。どうだい、来週あたりまたこの組み合わせで試合でもするか。いいですよ。え、本気か、イリエ。やめときますか、また須藤さんに恥かかせちゃうかな。いいだろう。よし、じゃあ来週同じ時間に再試合だ。いいな、松本。はい、やる。はいはい。あの、入江君、今日はごめんなさい。あんなに汗かいた試合初めてだ。試合で負けたのも初めて。ごめん。いいか、今度の試合までにもう少しマシになれよ。え、たった1週間で。明日からの練習覚悟しとけよ。俺は須藤さんよりもビシビシやるからな。絶対勝つぞ。分かったな。はい。イリエとダブルス組むことになった。しかも一緒にテニスの練習なんて。え、コトコ大丈夫？あんたせっかくイリエのこと忘れるって決めたのに、毎日練習で顔つき合わせて忘れられる？無理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 。正直自信ない。だよね、
キスまでした仲だもんね。まあでも考えようによってはチャンスじゃない。一緒に何かをやってのけるってことで入江の気持ちも変わるかも。無理無理、だって試合の相手私の力じゃ絶対かなわない人たちだもん。それにさ、私入江くんと一緒にいろいろやってきたもん。高校の時もテスト勉強教えてもらったり、夏休みの宿題を手伝ってもらったり。それなのに入江くんの気持ち全然変わんなかった。だね。どころか入江は冷血男のままだったもんね。なんか辛い一週間になりそうだね、ごとこ。でも一生入江くんから逃げ回ってるわけにはいかないもん。テニスも頑張って入江くんのことも忘れてみせる。おう、うん。遅い。あのごめんなさい、あの授業が伸びちゃって。それで言い訳はいい。さあ練習するぞ。ちょっと待て入江、相原はまだ実力テストに合格していないよって。テニスの練習をさせるわけにはいかない。球を拾ってもらわないと。だって試合は1週間後なのに。決まりは決まりだからな。相原、何ぼさっとしてんだ。球を拾ってください。はい。須藤先輩、大人げない。意地になってんのさ。どうしても入江には負けたくないんだろ。入江くん、ごめんね。ファイトファイト。6、7、8、9。うん、うん、お、何する。目をつぶるな。地面ばっか見て球拾いするな。しっかり目を開けてボールを見て、それで球が飛ぶ方へ動け。いいな。はい。目を開けてボールを見て、目を開けてボールを見て、シャッ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 。お前は今から練習だ。もうクタクタだよ。入江くんの言う通りボール見てたら何度も何度もぶつかっちゃうしさ。部活の間お前の練習時間がないんだから仕方ないだろう。ほら今から素振り100回。ん？あ、雨だよ。明日から朝練もするから、そのつもりで。あ、雨。もっと早く。もっと肩を入れろ。はい。戻りが遅い。梅雨ですね。雨。止まないですね。うるさい。黙ってやれ。はい。はい、もう一回。ただいま。なことこ、今日いいメバルが入ったからさ、お前の好きな煮付けにしたんだけど、ちょっと食べるかい？ん？おや。Mm-hmm.
最近太ったんだからダイエットした方がいいよ。低脂肪、今の時代は低脂肪だから。はい、低脂肪です。おい、金ちゃん。おい、今日はコトコはどうしたの？金ちゃんまだ知らないんだ。大変なことになってるよ、コトコ。え？大変なこと？ちゃ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 ららん。おはよう、金ちゃん。聞いたで、朝も夜もテニスでクタクタなんやって。そんな時こそ飯食わんと体持たんで。ありがとう。パッ。あれ、いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。せやろ、うん、なあ、琴子がそんなにテニス頑張るんは入江のそばにいたいからなんか？自分やっぱりあの野郎のこと忘れられへんのとちゃうか？俺の邪魔だけはするなって言われたんだよね。金ちゃん言ってくれたじゃない、今日はコトコの新しいバースデーだって。本当に新しい自分に生まれ変わるためには入江君に迷惑かけないようにならないとダメな気がするんだ。今入江君のこと忘れるって言ってもそれってただの強がりなんじゃないかって。まあそれが忘れられないっていうことかもしれないんだけどね。わかった。今コトコは入江を乗り越える旅の途中なんや。時間かかるかもしれへんけど応援したる。金ちゃん。その代わりわしもコトコを諦めへんで。わしはしつこいからな。覚悟しときや。金ちゃんありがとう。食い。これ美味しい。行くぞ。はい、もっと肩使って、はい、しっかりボール見て、そう、もう一回、はい、消えたか。仕方ない、外で素振りするぞ。ボールだと思って押して、そう、そのイメージ。肩をもっと上げろ。うん、はい、1、2、2。お前さ、適当に打たないでちゃんとボールイメージしろよ。すいません。なるべく高く投げる。はい、はい、
い、走れ、はい、はい、走れ、はい、OK、行くぞ、はい、遅い、はい、戻るときはサイドステップで戻れ、はい、行くぞ、はい、戻る、はい、ちゃんとボールを見ろ、走って、はい、はい、サイドステップで戻る、待って、はい、行くぞ、遅い、でしょうか。文学部はあっち。ありがとう。入江君のおばさん。おばさん、おばさん。あら、おじいこちゃんにさとみちゃん。お久しぶり。でも、なんでそんな格好してるんですか。だって、お兄ちゃんにバレたら困るもの。だから、ちょっと変装してみたの。いやー、かえって目立ってますよ。っていうか、バレバレですし。なんか、そういうとこ。おばさんとことこって似てますよね。ことこちゃん、なんだかしばらく会えなかったらことこちゃんが恋しくなってしまって。まあ私たちもことこと入江くん、もしかしたらうまくいくんじゃないかってちょっと思ったりしたんですけどね。なんて言ったって一時はキスまでした仲なわけだし。チャックチャックで、でキス？はい、キスです。キスしたの？あの二人。必要ないわ。私は家にことこちゃんを呼び戻すって決めたから。だって今ことこ必死に入江のこと、入江くんのことを忘れようとしてるのに。忘れる必要なんかないじゃない。だってキスしたんだもの。お兄ちゃんが何と言おうと、もうダメよ。私は必ずことこちゃんを取り戻してみせるわ。1、2、もう一回、はい、肩を持ってあげて1で通す。1、ラインから出てるぞ。もう一回、1、2、どこ狙ってんだ。もう一回、1、2、しっかりボールを見ろ。はい、1、2。サーブなんてテニス始めたばっかの子供だって一日でできるようになるぞ。そうだよね。お前の人生はいちいち感動が多くていいよな。
時々羨ましいよ。もう一回。はい。じゃあお父さん行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、ここどこ、はい、ちょっと待って。はい、はい、おう今日から新しい家に入れるからな。あ、そっか、そうだったね。間違ってこのアパートに戻ってくんなよ。新しい家だぞ。大丈夫だよ、だって前一緒に見に行ったじゃん。うん。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。大丈夫かな。どこらせーの、一個以上のかなか。うん、金ちゃん。おっ、まさか。よいしょ。大丈夫か。うん、大丈夫。コトコ、今日までよう頑張ったな。放課後、テニスの試合なんやろ。うん、うん、勝てるように、験担ぎや。カツサンド。おお、カツサンド。きっちゃん、ありがとう。カツサンドなんか食べて。これは験担ぎで。験担ぎでなんとかなるなら試合に負ける人間なんていないのよ。ねえ、あなた自分が入江君にどれだけ迷惑かけてるか分かってる？だから迷惑かけないよ、私なりに頑張って。その頑張りがすでに迷惑ってこと。この間の試合だって今日の試合だって恥をかくのは入江君。あなたの特訓のせいで無駄な時間を過ごしてるのも入江君。好きな男に散々迷惑かけてよく平気でいられるわね。ピッチラフ。スムース。おー、サービス。いいか、この1週間の練習を無駄にするなよ。とにかく目を開けてボールの行方を見ろ。いいな。はい。お前は一人じゃないんだから。俺がいるんだから怖がるな。はい。須藤松本、サービングプレイ。でもこっちのコートに戻ってくるわけでもないし、あっちの点数はボロ負けですよ。俺のプライドの問題だ。入江はもういい。アイハラだ。アイハラを狙え。
はい。しっかり目を開けてボールを見て、それで球が飛ぶ方へ動け。私ボール見るの怖くなくなってる。それに須藤さんのボールも松本さんのボールも入江君と比べたら全然遅い。だからよし、アイハラ、これでも食らえ。うりゃー、ことこ。はい、見えた。サーブを打ち返した。こんなのできるの女子は松本ぐらいじゃないか。すごいぞ相原。やったじゃん。ラケットを握ったの初めてラケットを握ったの。お母さんの体の中から出てきた時には痛っ。足ひねったのか。たく情けねえな。ここか。おお、痛い。こりゃ無理だな。須藤さん、こっち棄権します。え、棄権者っていいの？ラケットよろしく。ごめんなさい、私また負けちゃって。花から勝とうなんて思ってないさ。え、神様、ますます入江くんが好きって言ったら怒りますか？まだか。おかしいな。こないだ下見した時は駅からすぐ近くだったのにな。多分あとちょっとだと思う。さっきもそう言ってたぞ。だからタクシーにしろって。だってもったいないんだもん。こっちの身にもなれよ。はい。ねえ入江君、試合の時私が須藤さんのボール打った時、私のこと名前で呼んだよね。さあね。呼んでくれたの初めてだよね。だから覚えてねえよ、試合に夢中だったから。さんによろしく。あ、ちょっと待って、あのお父さんまだ家にいると思うし、あ、お茶でもいかが。あ、ほらお父さん、あの入江君にきっと会いたいと思うし、お礼もしたいと思う。分かった分かったから、だから話せ。ごめんね。お前のじいさん知らない。
あの、誰ですか？失礼な。そっちこそ誰だ？私、この家のものですけど。ここは私の家だ。嘘。いや、合ってると思うんだけど。私、一回ここに来てますよ。とにかく、ここは私の住まいだ。どういうこと？何言ってんの？キスしたくせに。キスやぞ！お兄ちゃんとデートしちゃいなさい。それがあなたのミッションなのよ。入江のデート行こうする？二人で協定を結んでた。それぞれが協力し合うってことだ。かっこいい。んなもん見せてことこに。いやらしいこと。私たちってとってもいいカップルなんじゃないかしら。かもね。私のこと嫌いじゃないってこと？苦手だけど嫌いじゃないよ。